て、このメンバーが強いので、ね、あ、敵に円環と激しいなボギーボギーあやつだ何使えるんだろう。何ですか。あ、特殊しかない。何だろう。ガルルルルそういうのかよ、そういうのかよ。ダメだこいつ使えないぞ。そう、あのね、このメンバーが強いので、あれを倒しちゃおうかなと思ってます。あいつですよ。もう怯えながら飛ぶ時代は終わりましたよし、さあ来い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 、自由な空を返せないな。合わないね。こんな合わないとき合わないもん。いつの間にか死んでないよね合わない。おい、どこ飛んでんだろう。これワールドマップ上に表示されればいいのに。あいつがこう、なんだろう、飛んでる場所怖いけどめっちゃ逃げるんだろうな。やばい、近づいてきたみたいな感じになっちゃうな。ほんと合わないね。テイクしかない。こんなに合わないことある。ほい、なぜだなぜなんだ。あれ、デスゲイズ、おい、寂しいぞ。デスゲイズ寂しいぞ。会わない、会えないの。どこにいるんだ。君は今どこ飛んでるんだ。会わない、会わない飛び回るしかないか。やってたわ。おいお前はいはい、レベル5ですよねいやー、マジで時間かかったさあ覚悟して。ドリルより星ダメージがないかな。よさげ、今がよさげだ行こう行こう行こう、星ダメージいけ。飛んでるお前には分かるまい。できる、できない。飛んでるお前にはできないんだ。いいね、いいね、いいじゃん、いいじゃん。あ、デス来た。誰だ。あ、マジか。あ、ゴゴさん。マジですか。アリーズ。逃げちゃうかな、そろそろ。ホスホス。天使いっぱいだよ。いやー、時間かかるな。ドリル。どっちでもいいか、どっちモノマネでもいいな。デス来た。誰だ。あ、リルムかよ。おい、このままでいいか。レズと、レズしかない。リルムはなー、ドリル、このままね。あ、リルムかわいいねあ、どうぞ。あー、逃げた。くそ。あ、やった。あ、そっかそっか、そうだ、レベル5です。やった。
ょっと倒せるまで。あ、入ってた。なんか。回復しよう。ちょっとね、もう一回飛び回って、デス防ぐやつとか欲しいね。あ、リルム。リルムあるじゃん。忘れてた。ランチョのヒゲとかいいよ、もう。そうじゃん。あれ、リルムはできるじゃん。どこだ？待って待って、これこれこれ、そうじゃん。忘れてた。よしよし、これで、あ、これでいいんじゃない。リルの格闘法覚えてるし、覚えてるっていうか充実してるし、さあ倒そう、頑張ろう、いけ。ちょっとまた会うまで、ちょっとこれちょっと横に見ますと、あれですね、あれ戦法です。なんだっけ、あの地図大好きワールドアームズの地図大好きおじさんだっけ、ゴブおじさんだっけ。地図を埋めるためにね、ちょっとずつこうずらして飛ぶっていうね。懐かしい、懐かしいことしてます。暇だなって言われたやつだっけ。さてさて、ちょっとまた会うまで走りまくります。セッツは楽しいだろうな。でも嫌だか、飛行艇傷つけられたら嫌だもんね。さあちょっとまたエンカウントするまでカットします。あー、やっと来た、やっと来た。十何分だ、十何分。お前出なさすぎる。寝そうになったわ。マジでマジで本当に倒したい、もう倒したい。デス来た、誰、よし、オッケーオッケー、オッケーじゃん。もう顎はいいよ、顎じゃないよ、顎間違えた、似てるから間違えた、顎じゃない。デスゲイズ、お前もうそろそろいいよ。それめで、あ、エアロバだ、これもあったな、そういえば。これ痛いよなぁ。あ、くすんでる、でも。聞いちゃった人。あ、ゼロじゃん。すごい。ラッキー。偶然のラッキーが。よかった。なんか覚えてるっけ？ミレイとか、タイガとか、ホーリーとか。ホーリー使おうかな、じゃあ。いけ、倒したい、今回で倒したいです、私は。昔怯えてたけど全然今怖くないわ、不思議だねこれ。いや、このメンバー強いっていうのもあるし、5の倍数じゃないっていうのもある。あれ、ホリ聞いた？いや、見てなかった。見てないんかいっつって。行こうか、まだか、そろそろ逃走しちゃうんじゃないか。ゲリラが来た、あー効くね、みんな効いちゃうパターンだね。ちょっと回復しようかな。で、モノマネして、エドガで回復でいいか、ヘアルが覚えてるし。あ、来た来た来た、倒した、やったー、セッツァやったよ、よし、あ、ラッキー。エアロガもラーニング。つかエアロガも覚えられたっけ、やったー、倒した。デスゲージの口から魔石が、ちょっとやだ。ちょっとやだし、午後びっくりだよね。もう口かよ。あ、
魔石バハムート来たー、あったー、嬉しい。バハムート来ましたね。いや、立て続けにちょっと魔石いいやつ入って嬉しいぞ、私。バハムート来た。あ、すごい、待ってきた。魔法防御無視のダメージ。来たー、フレア。フレアじゃん。やばいね、これ HP プラス 50%。やばいね。いやー、来た来た来た。フレアも来たし。やったー。オッケーオッケーオッケー。しかもこれで安心してスナが飛べます。よかったよ。よし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 。さあ次、ちょっとおまけっていうかちっちゃいイベントとかやっちゃおうかなと思ってます。うん、さて次はこれをやろうかと思っておじいちゃん先頭にしてます。メンバーがおじいちゃんと、うん、なんていうかこうサマサーグループですね。おじいちゃん、ミルム、シャドウ、そしてまあそれっぽい人、似てる人、それに扮した人。なんかモノマネして、なんでもいいんだけど、なんでもいいわにしました。うん、でおじいちゃんの覚えた技を覚えられるだけ覚えました。うん、古代城のところで結構まあ覚えられたっていうのもあるんですけど、その他、今覚えられ、すぐ覚えられそうなやつは覚えさせてます。うん。死の宣告とか、ここがね、ちょっとこれがね、獣ヶ原で今出さないと、出てこないと、覚えられないやつだったので、ちょっとまだできてなくて、うん。で、これは、古代城で覚えた、エアロガとかも覚えてた、で、マイティーガード覚えました。これいいね、味方全員にシェルプロテスですよ、もう。顎いらないわって感じだわ、もう。顎いらなくなっちゃった。これね、孤島のところの、なんだっけ、なんかサソリみたいなモンスターから覚えたりして、あとホワイトウィンドも覚えました。この辺が孤島で覚えたのかな、確か。うん、ホワイトウィンドもすごいよね。自分の HP 分味方は回復だから、HP あれば、すごい回復量なのね。で、レベル5です。で、レベル4フレアも、古代城のね、敵が使ってきてた。うん。ので、一回戻って、これだけ覚えに行きました。これはもう覚えたとして、ボスダメージ。海音パー、草行きも、モルボールさんですね。ダリルの墓も書いて、覚えさせました。で、融合。融合も、これなんだっけこれ。どいつだっけ、誰にやらせたんだっけこれは。もしかしたら、ガウちゃんに使わせたかも。融合を使ってたじゃん、ガウちゃん。あれで覚えたかもしれない。で、波紋。これ、カエルさんかな？敵。なんとか凍土。で、波紋っていうのを使ってきて、敵とステータスを効果なんかあんま使わないかな。ってやつ。で、石つぶて。自爆は自爆です。おなじみ自爆です。これ自爆は普通に。でも、ガーちゃん使って覚えたかもしれない。うん。で、この辺はまあ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 、まだまだ。無理なのかなっていう感じですが。まあ、そこそこ覚えました。うん。はい。と、あとね、なんかね、コメントでもらったんですけど。いや、私、本当に午後使ってないから分かんなくて。ただ、やっぱね、アイテムとか使えなかったっけとか、ちょっと薄々思ってはいたんですけど。これね、これ、ありがとうございました。なんか、ここ、自由なの入れられるんだって。シャツ券入らない。ござる。ござる無理だけど。なぜか。これすごくない？もういらなくない？いらないよね、もう。だって。これずるいよなぁ。まあ、個々の能力云々もあるんだろうけど、これ便利すぎて、とりあえず盗む魔法機械を入れました。叩く。あ、戦う入れる？戦う。あ、でも物まねすればいいか、それは。どうしよう。機械。魔法。魔法使わねえかな。盗む。
ちょっとこれでとりあえずやってみます。便利だねこんな使える子だったんだね、ゴゴさんって。さて、というわけで今あの地図の右下の方ですね、サマザの村のところに来てます。ドイツが話してたっけか。あ、イベントだ。あ、わーい、帰ってきたよ。いや、何回か帰ってきてたけどねあ、リルもお家に行ってるね。寝ちゃった、うん、元気じゃの。わしが置いただけかな。もう明らかに置いてます、おじいさん、うん、おじいちゃん。あ、どうした。太平洋ガンホーさんが。ガンホー、どうした。ガンホー、あ、どうした？ガンホーしっかりするぞい。ん？誰にやられたんだぞい。わしとお主が追い求めていた伝説のモンスター、ヒデュにやられてしもうて、あと一歩のところじゃったのだが。ヒデュンじゃと？ごほごほ。ガンホー、大丈夫かな。ストラゴスよ、わしの仇を取ってくれ。いや、もうなんか死にそう、死にそんな、死なないでくれそんなこと言わないでよ。おいこら、じじい、何ためらってるんだよ相変わらずだな、ほんとに。そうじゃの、この年になって若い頃になくした夢を追うことになろうとは思いませんかったぞ。ガンホー、わしは行くぞい。あ、やる気になったね。おじいちゃん、ん、ちょっと待ってよ、一人でどうする気なのさ。わしは昔逃げ出した者ともう一度向かい合い、それを克服せねばならん。これはわしの意地なのだぞい。でもね、おじいちゃん、意地ばっかり張るのがいいとは思わないよ。リルム、おじいちゃんの孫だもん。おじいちゃんが困るのを黙って見てられないよ。すまんのリルム、お前の気持ちありがたく受けさせてもらうぞい。しかしヒドゥンは隠れるものという目が示すように、そう簡単に見つけられるやつではないぞい。わしが行かねばヒドゥンに会うことは無理じゃぞい。うんうん、あ、いざ烏帽子岩へ。あ、さて、というわけでガンホもストラゴスに声かけてくれればいいのに一人で行くなんて。大丈夫か。あー、大丈夫か。ほんとにこういうごほごほじいさん多すぎて、ちょっと FF6 多すぎるよ。さて、他に情報あったかな。あ、そうだ、挨拶しなきゃ。レオ将軍、赤い手流し手に入れました。レオ将軍のやつ使うね。誰使おうか、今回使うかな。遊び場が減っちゃった。
黒い服の男、今更ですがこういう情報もあったわ黒い服を着た男の人ですがコロシアムに行くと言って出て行ってしまいました。そして仲間にしました。佐渡ですエボシーワが50年ぶりに浮かんだの。世界大破壊の地震のせいかしら。村の北に行けば見られるわよ。さあ村の北にあるっぽい。あ、これは別にあれだよね、聞いたから。そんなもんか。じゃあちょっと武器屋とかだけ覗いてすぐ向かおうかな。さて向かいましょう。すぐ北にこれだ、すぐ見える、これだ。これはエボシーワ、浮かび上がってきたんだ。さあ50年前の決着っていうのかな。暗いんだここ。ん？あ、なんだこれ。これしかないよね。落ちた？ん？あー、これか。腹減った。怖いーこれ。腹減った。なんか食べさせてくれ。食べさせてくれないと通さないぞ。俺はサンゴのかけらが好物だ。お前持ってない？食べさせたいが持ってないぞ。鉄は持ってないじゃないか。あんさあサンゴのかけらをいくつ持ってくんだっけかこいつにこれであれ、これでいいの？サンゴのかけらを拾い集めてあいつにあげなきゃいけないんだね。空とウォーロック、クリーチャー、なんか使う？どうしようかな。でも手裏剣とかいっぱい買っちゃった、調子乗って戦う。午後モノマネで戦う、どうなる？あ、操るにしたいな。あ、ちゃんと4回やってくれる。おー、ちょっと装備させてみました。回転の証？いいね、やっぱり。嫌な匂い。嫌だ。お返しに臭い息やろうか。リルも操るにしよう。でもちゃんと4回やってくれるけど、ボス戦前で変えたいな、これは。違うよね。あれ？ん？あ、ここか？あれ？ここか？マーハディーバ。うわー、やばそう。肋骨。うわ、やだ。あ、やつれた。よかった。なんか盗んでおく？何使うんだろう。盗めば。いいな、ボボさんいいですね。あ、デス、デジョンとかだ。やだこいつ。デジョンとか自分でやってどうですか。するかな。いる？あ、消えた。あ、怖怖い。あいつ怖いな。
アスピー同系論。うわなんか使おうか、せっかくだし。その宣告とか普通だけど使っとく。レベルいくつとかレベルわかんないからな。ライブラして調べるか。その宣告やってみよう。でもアンデッドかなこいつら。どうだろう。あいつら。聞く？聞かないよね。聞かないね。よし。娘だ。なんだろう。大体そのカーブレス、エアロが。大体でもこの辺見せてるっていうか知ってるよね。プレイヤーとか、普通ダメージ。融合、波紋はでも見たことないかな？やるだけやる？なんか変なの書かないよね。死の宣告になってないよね。ランドスライド。やばい。カウントダウンが。ランドスライドってなんだ。しっかりなってたわ。死の宣告。分かった。いや、これはもうジェイソンしかない。ジェイソンしかない、これは。まあ、こうなります。ステータス交換するんですね。わかりやすい。来て出ないのか。あとはいいよね。あとはいい。もうそれどこじゃない。ボスダメージしちゃえばよかった。やばい。おじいさんのカウントダウンが始まっちゃう。夢を叶えるんだろ。よし。あっつんだ。敵は出ないのか。テレポストーン。サンゴのかけらを2個手に入れた。2個だけか。こういう感じでワープしていってサンゴのかけらを集めてあいつに持っていくということなんだけど、あの子面白いの出てきたね。あれさっき出てきたっけ。フリケン誰あやつだか。普通ね、あずっちにね。あどうしようかな。おじいちゃんなんか暇になっちゃう。じゃあジェイソン安定の。お、あーバイオポイズンとかか。そういうことね。特殊ででもあんまり使えるイメージがないの。使ってみようか。やだ、あ、そう、やな匂いだ。やだ。回転。ジェイソン。こいつやだな。よし。このかけらいくつだったっけ。こいつ25個ぐらいだっけ。あった。25ムーンホルム。あ、お前か。これ面白そうだな。なんかちょっと操りたいな。操ろう。結構そんな強くない。回転。フラッシュレイン。フラッシュレイン系ね。あ、手裏剣上にやっちゃったかもしれん。あー、やっちゃったー。
リルムもう一回やっていたいぞ私は。リルム操る、私もいいな、ゴゴさん、ゴゴさんいいな。でもやっぱりロックのがなんか盗める気がする。フラッシュレイン、うわ、あー三セーブ、フラッシュレインとかだね。三セーブ、あ、回復しちゃったやはりそうか、やはりそうか、やばいなあ、ちなみにあの武器はあれにしてます。なんだっけ、グラディウス、トンベリマスター倒して手に入ったグラディウス装備させてます。やっぱ強いね。3個、お、結構早く集まりそう。ああ、で今5個か、持ってんのかな今。大事なものか、あった。エボシーワの洞窟で見つけたサンゴのかけら、はいちょっと海炎自分で持ってもらっていいかな。本は私物の本は自分でも持ってもらっていいかな。これで、あ、3個、これ8個か。数表示されなかったね、それはさっき。覚えとかなきゃいけないのに。8個。これで10個か。10個、あと15個ぐらいいく？ひたすらテレポストーンが入るのあれか。出口が分かりにくいからか。よし、なんだっけ今何個だったっけ10個だっけ確か。怖いね、適当にじゃあ測っていくか。ちょっとじゃあ、まあ、新しいモンスターいたら移します。それまでちょっと集めます、サンゴのかけら。